還暦ダイエット行ってみたいと思います。2日で 1.6 キロ落ちまして、72キロ台は飛ばして71キロ台になりました。大会まで11日だからですね、やっぱり気合が入ってきたなって感じですね。ケトジェニックでかなりもうファスティングに近くやってますからね。それと暑くなって、まあ、コンテナもやってきたんですよね。その作業とかでやっぱり痩せましたね。もう今年は暑いからダイエットしやすいかもしれませんね。外での作業で落ちますね。やっぱ仕事がやっぱり体を使う仕事の人っていうのは痩せやすいかもしれませんね。私も倉庫での作業があるから、その時かなり汗かくからですね。来週もう一本来るからですね。それで一気にまた、もうこれ70切りますね。去年は 70.8 まで行ったから、ちょっと切りそうですね。まあ倉庫での作業っていうか、重たいの抱えるから腰が痛くてですね、このポーズが痛いんですよね。腹筋入れたりするとこう激痛が走って、大会までこれ、大丈夫かなと思いますね。大会の時痛かったらちょっとポーズが取れないなと思って。フリーポーズとか難しいですよね。これね、腰が本当に痛いんですよね。まあそういうアクシデント乗り越えながらですね、ちょっと頑張るしかないなと思って。まあみんなありますからね、そういうのはですね。まあ腰痛とも上手に付き合ってですね。私はもう高重量持ってないからですね、ウエイトで腰を痛めることはないんですけども、作業っていうのはね、左右非対称だから、どうしても痛くなりますね。それでちょっと無理しますからですね、やっぱ70キロのダンベルとか来たらやっぱちょっと重たいですよね。まあそういう日常生活に負けずにですね、まあそれをしっかりやらないとトレーニングってできないからですね、大会まで11日、まあ今年は70切ってしまいますね。ちょっと頑張っていきたいと思います。よろしくお願いいたします。